ベスターとはかつて東芝が発売していたビデオデッキの愛称である。商標としてはカタカナ表記のビュースターで登録されていた。もともとはベータマックス方式のビデオテープレコーダーの愛称だったが初期の東芝製 VHS 方式の VTR の愛称でもあった。なお東芝としてはカセットテープ方式のビデオテープレコーダーのことを単体規制終了まで カセット VTR とも呼んでおり、製品裏側の名板、梱包箱、取扱説明書には、東芝カセット VTR と表記されていた。製品カタログには、ビュースター、ベスターと記載され、には型番が入る。初期の製品で、型番が、数字3桁液号の場合は、には、数字3桁のみ記載された。他のメーカーに先駆けて4ヘッド方式を採用したり、 クリーンスローやクリーンスッチル、さらに当時は数少ない逆スローなど特殊再生を行ってもノイズが出ないといった機能を搭載するなど技術面でも優れたものが多かった。なお、ベスターはベータデッキの連鎖モデルが充実していてソニーのベータマックスの次に生産期間が長かった。1980年代後半には東芝のベータ機は生産終了されたが 東芝ブランドのベータ方式ビデオカセットテープは1990年代に入ってしばらくは販売を続けていた。1984年、東芝が VHS 方式を採用してしばらくすると、ベスターブランドの製品は次々に姿を消し、ARENA 上マゲーとブランド変更したが、ARENA は最後まで東芝ビデオの愛称として用いられた。ありがとうございます。